こんにちは。私たち工学部建築工学科です、それでは配信の方スタートさせていただきます。まずはじめに建築屋たちさんから簡単な概要の方の説明をさせていただきたいと思います。それではお願いします。それでは建築家たちについて紹介させていただきます。建築家たちは建築の知識や技術の向上を目的とした建築工学科1年から3年で構成されるサークルとなっています。主な活動として1年生は、各分野に分かれて行う製図だったり、段階を踏んだ模型製作、最近では、CAD を使った、模型を作ったりなど、さまざまな活動をしています。2年生では学長の前でプレゼンをして、そこから活動を行うというヒットチャレンジの取り組みをしています。3年生では1年生への指導、建築分野を学んだ上で、1年生に、知識を与えていくという仕事をしています。以上です。ありがとうございます。続きまして、こちらの模型の方の説明をさせていただきたいと思います。お願いします。こちらの方の模型は、OB の方々の先輩が作ってくださった、模型になっています。自分は直接携わっているわけじゃないので詳しくは説明できませんが、こちらは、東日本大震災があった時の、福島にある、福島に建てようと計画している、仮設住宅のコンペになっております。こちらの模型は、自分が思う、自分が見た限りでは、木のDDA も細かくて、銅線でしっかりと幹を作ってスポンジ一つ一つを、手でしっかりと貼っていって一本一本、ちゃんと、丁寧に丁寧に植え込んで作られているもしっかりとした模型になっていると感じました。で、奥の方にもしっかり社とかあったり、こちらの方に社とかも作られていたり、こちらに倉庫があったりと細かい部分にも先輩のこだわりっていうのが感じられました。で、こちらの模型ですが、今全体像が見えている感じになっているのですが、やっぱり建築、工学科なので中の方も見たいということで、こちらに、中が見えるように、それぞれ、さっきの建物を大きくして、で屋根を取り去って中が見えるようにしたもの模型を、こちらに置いています。こちらも、しっかり先輩は作り込んでくださっていて、例えばこちら、福祉仮設住宅なんですけど、スロープがあってちゃんと車椅子の人たちに考慮していたり、で、中は、動線なんですけど、この建物、ドアが向かい合うようにして、出たら、その人たちの顔が見れるように、でも、開けたら人とぶつからないようにちょっとずらしながらドアを配置してるっていう風なことにも、工夫がなされていて、こちらにも先輩のこだわりっていうのが、しっかり見れている模型になっているのかなと思います。はい。では続いては、防災マップの方を説明してもらいたいと思います。こちらは広島工業大学周辺の防災マップの模型にしたものとなっています。現在4年生が2年生の時に制作された模型となっています。こちらの模型は近隣住人の方々にアンケートを取って一緒に考えた模型となっています。実際にアンケートを取った AED がや避難場所などここら辺にあった方がいいんではないかという意見を取り入れながら制作した模型となっています。広島工業大学の近くなどの地形が、とても危ない、結構土砂崩れなどが起きるような地形となっているので、近隣住人の方々の意見を参考にしながら模型を制作しました。またこういう赤い線などは、人の動きを考えた動線だったり、また別ルートを考えながら設計した模型となっています。次に現在の2年生の活動について説明をしていただきたいと思います。それではここからは今年度の2年生の活動について説明させていただきます。今年度の2年生は大城という、お城の城跡の、保存活動の一環として、ベンチを、実際に作っています。でですね、実際にこの画像を見ていただきたいんですが、
応これが学生同士の話し合いで、実際に自分たちでどういったベンチを作ろうかという話し合いの結果、一応こういったベンチを作ろうということで、決定しました。でですね、次の画像なんですが、これが実際ので、この画像を見ていただきたいんですが、実際にこれは現地で地元の住民の方と、協力しながら伐採の指導をしていただきました。チェーンソーなど結構危ない工具も使ったんですが、まあ、地元の方々に丁寧に指導していただいたおかげで安全に、伐採の方を進められました。またこの活動を通して実際に住民の方との触れ合いだったり、交流の機会を持てたのもすごいいい経験ができたなと自分の中ではすごく感じています。で、続いての画像ですね。これが実際に、現地で取ってきた木を使って自分たちで木材の加工をしている様子です。カンナだったり、その他に電動のこぎりだったり、今までなかなか使ったことないような工具だったんですが、上の先輩やったり、そういう経験がある先輩の指導に従いながら、自分たちでも少しずつ慣れて進められるようになってきました。で、7月ですね、実際にこれが製作したベンチの形になります。で、実際にこれは本当に朝から夕方までずっとやってたんですが、実際に自分たちの加工した木材がこういうふうにベンチの形になると、やっぱりやってよかったなっていう達成感と、実際に住民の方が喜んでいる姿を見ると、すごい頑張った甲斐があったなというふうに思いました。しっかり景色を一望できて素晴らしい眺めになっているなと感じました。2年生の活動については以上です。よいしょ。はい、ありがとうございました。それではですね、建築家たちの皆さんに、各々質問を聞いていきたいと思います。まずは、建築家たちに入って、メリット、いいところなど感じたところを聞いていきたいと思います。それではお願いします。建築家たちのメリットはまず工業生についてなんですが、工業生は、高校で製図だったり、模型製作を行っていると思います。それの復習だったり、あとヒットチャレンジによってまだまだ知らない建築についての分野の知識を深めることができると考えています。普通科に関してはまだ、何も知らない状態で大学に入ってくると思うので、知識に関する知識がそこについてまた知れると思います。はい、以上です。はい、ありがとうございます。建築家たちに入って、まあ、工業科だけじゃなく普通科にとっても自分の勉強の力がつくというところで、メリットなどでした。続いては、ですね、建築家たちに入って他の活動は一体どういうことをしているのか聞いていきたいと思います。それではよろしくお願いします。現在、建築家たちでは他の活動として、コンペの方をやっていきたいと思っています。先ほど、タイヤ城に山にベンチを設置するということが上がりましたが、こちらは実際に現地に行くということをしなくて、図面を描いたり、どのような建物をするかを主に設計をしていくようなことをやっています。まあ、今説明した中でも模型とかいろいろあったりして、まあ、防災関係のことが多かったんですけど、コンペでは他にもいろんなテーマに沿った、課題に沿って、まあ、いろんなことをできるんで、もうぜひ、そういうことがやりたいという人が来たら建築家たちに入ってみてください。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ、続いては、この学科に入って良、かったところなど聞いていきたいと思います。ではお願いします。はい、僕は将来建築士になりたいと考えていて、この広工大では構造に強いということを聞いたので、その構造に携わる仕事をしたいと思い、この学科を入学しました。はい、ありがとうございます。それじゃあ最後に、高校生たちに向けて何か一言言えたらなと思います。お願いします。自分も彼と同じで一応普通科から上がってきたんですけど、やっぱりこの学科だと専門的な授業だったり、自分の学べるような授業、研究内容を学べるゼミも多いので、もしよかったら僕たちと一緒に学びを深めませんか。はい、ありがとうございます。このように素敵な、ね、サークルなどあるので、ぜひ皆さん、広島工業大学の建築工学科に、ぜひ入学してくれると嬉しいです。それでは、こちらのライブ放送終わります。ではバイバイ。こんにちは、私たち工学部建築工学科です。これから、配信の方スタートさせていただきます。よろしくお願いします。
まずはじめに津波のことについてお話を聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、僕たちのゼミは、建物の構造に関しての研究をしております。建物の構造では、地震や、台風などの風の影響で建物が壊れてしまわないように、構造の強さを、しっかりとするよう計算をしたりします。今回はその中でも津波のことに関してお話をさせていただきます。津波なんですが、津波にも種類はいろいろあります。河川の、溢れたような、水が溢れたような、ゆっくりとした、波、こちらと、あとは東日本大震災の時のような瓦礫などが混ざったすごく衝撃の強いような波、そういった波、いろいろな種類の波があります。その波の強さを比べるときに、普通の通常の水の、強さを1とした時の、土石流、先ほど言った瓦礫のようなものが混ざったものはこれの大体4倍ぐらいと言われています。この1を基準として、何倍にしたりというふうにして、波の強さを測っていきます。今回から、次の画面から実験の様子を見てもらうんですけれども、右上から、水が流れてきます。レンガになっている部分が、陸のイメージして作ってあります。次から、拡大の画像が流れるんですけれども、レンガは、土をイメージしているんですけれども、普通の通常の大陸は、建物など、いろいろ衝撃、いろいろ加わってくるので抵抗が加わってきます。なので、水の流れる速さが、地面のところと上のところで少し速さが変わってきます。地面のところが少しゆっくり流れることになるので、上の方が速く波が巻くような形になります。それを再現するためにレンガは水を吸収するような少し素材になっているので、レンガの上が少し水がゆっくり流れる、上が速く流れるようになって巻き波を再現できるようになっております。今回は建物の衝撃を、調べなければならないので、建物のモデルとして免震試験体を用意しました。こちらの免震試験体を先ほどのレンガの上に置きまして、水を流し津波の再現をします。津波を再現した動画が今から流れます。少し見にくいのですが、こちらの建物に水が当たったとき、建物が少しだけ動きます。この実験では建物は2ミリ程度しか動いていないんですけれども、建物にしっかりと水の衝撃が加わっていることが確かめられます。この実験を使って建物に、センサーなど、いろいろ、搭載しまして、一つ一つ圧力であったり、波の速さであったり水深であったりを、計測しながら実験の値を出していきます。このように波の強さなどを調べることで、建物の、構造上壊れることがないか、そういったことを、調べていきます。今後南海トラフなど、津波や地震の心配が建物にたくさんありますので、こういった構造上の問題をなくすことで、安全な建物を作っていくよう僕たちは研究しています。以上です。はい、ありがとうございます。津波に関する詳しいお話をさせていただきました。続きまして、先生の方から細かい概要の方を説明していただきたいと思います。それではお願いします。建築工学科の川上です。先ほど学生から説明がありましたように、本研究室では、建築物に作用する津波の作用について研究を行っております。本年度からは、最近増えております、建築に対する水害ということで学生からも説明があったと思いますけども、水害でやった、研究成果が、河川の氾濫や土石流などの防災や減災に役立たないかどうかということについて新しい研究を進めようかというふうに思っております。皆さん、この建築の水に対する害というのはこれから研究したり、広めていかないといけないテーマですので、ぜひ、広島工業大学に来て勉強していただければというふうに思います。以上、補足をさせていただきます。はい、ありがとうございました。川上先生から、補足説明の方をさせてもらいました。ここからは、ゼミ生に対して、いくつか質問をしていきたいと思います。それではまず、そうですね、まずは、この学校
建築工学科に入って良かったところを、理由を聞いていきたいと思います。それではお願いします。はい、僕が建築工学科に入った理由は、小さい頃からものづくりがものすごく大好きで、いろんなものを作ることがすごく楽しかったんですけれども、それを一つずつ作っていくときにどんどん大きいものに興味を持ちまして、自分の中で一番身近で大きいもの何かなって考えたときに、あ、家が一番大きいな、自分もいつも住んでるし、これはなんか小さいながらそれが一番魅力的に感じました。それを学ぶことが一番できるのは建築工学科だなっていうふうに感じたので、僕はこの建築工学科を選びました。以上です。私は建築関係のテレビを幼い頃から見ていて、将来建築関係の仕事に就きたいと思ったので、広島工業大学の建築工学科に行くことにしました。以上です。はい、ありがとうございました。もう一つ質問させていただきます。この建築工学科に入って良かったところを、教えていただければと思います。それではお願いします。はい、先ほどの話ともちょっとつながってくるんですけれども、やっぱり建物を作っていく上で、僕は、建物を作っていくとやっぱこう外側の綺麗にしたいとか、かっこいい建物を作りたいとか、そういうことばっかりを考えてこの学科に入学したんですけれども、入ってみるとそういうところだけじゃなくて、住んでいる人たち、そこを使う人たちがどういうふうに便利に使えるかっていうことを一番に考えていたりだとか、先ほど説明させていただいた構造の問題、建物が災害で壊れないかどうか、人命にも大きく関わってくることです。そういうこともすべて総合的に学べたので、この学科に来て建築というものの幅がとても広がったと思います。そこが一番僕はこの学科に来てよかったなと感じたところです。以上です。はい、ありがとうございました。それではすいません、これにて広島工業大学工学建築工学科のライブ配信を終わります。それではバイバイ。